はい、マサです。僕は今沖縄本島に来ていて、レンタカーを返した後です。今からね、空港に向かうわけなんですけれども、ちょっと台風が近づいてきてるんですよね。幸いね、大阪に帰る便はね、影響がないんですけれども、石垣行きとか宮古行きに関してはね、全部欠航となっております。ちなみにね、このパートの音声アフレコなんですけれども、実際に大阪行きの飛行機に影響が出ました。具体的にはね、普段通らないルートを通って伊丹空港に着陸しました。その模様をね、今回紹介していきたいと思います。それではよろしくお願いします。那覇空港に到着しました。レンタカー屋さんからね、送迎バスで5分ほどで到着しましたね。いや、5分もかかってないんじゃないかな、それぐらいの近さでした。ということで、16時なんですけれども、18時のフライトなんですけども、あと2時間くらいあるので、チェックインして晩ご飯でも買う準備でもしようかなと思います。ちなみに到着口は1階で、チェックインカウンターが3階ですね。で、保安検査が2階という構造になっております。はい、ということで、サクッとチェックイン完了してきましたね。 JGC のチェックインカウンターは誰も並んでいませんでした。で、今2階のお土産屋さんに来てるんですけれども、沖縄そばとソーキそば2つあるんですけれども、これに、ね、明確な違いがありまして、沖縄そばは、柔らかでうまい三枚肉入りということで、ソーキそばは軟骨のソーキ入りなので、そもそものお肉が違うんですよね。さすがってね、食べ比べてみても面白いかもしれません、はい、2階にファミリーマートがあるので、沖縄ファミマ限定のシーチキンマヨネーズと油味噌かな、これを、購入してきました。保安検査の中入ったらね、結構おにぎりの値段とかも高くなるので、こちらを、購入しておきました、それではね、保安検査の中に入って、ラウンジでゆっくりしようと思います。はい、保安検査を抜けてきました。特にね、保安検査場は混んでいなかったので、 JGC のレーンとか使わずに普通のレーンを使ってやっていきました。免税店に関しては国内線もかかわらずやっていますね、消費税分がお得になるということで、ブランド好きの方にはたまらないものなんじゃないでしょうか。僕はね、もうブランド全くといってほど興味がないので、パスするんですけれども、はい。で、さっきちなみに国際線用のターミナルも行ってきました。修行しているときは国際線で1便も飛んでいなかったんですけれども、今はだいたい韓国とか東南アジアのどっかの、ちょっと忘れてしまったんですけども、週に何便か飛んでいます。今日はね、たまたま飛んでいなかったので栄えていなかったんですけれども、フライトがある日はそれなりにチェックインカウンターに人がいるみたいですよ、はい、せっかくね、空港に来たのでラウンジにもお邪魔してみました。オリオンビールね、もちろん飲めるんですけれども、普通だとね、ガラスのコップなんですよね。ちょっとね、機械のメンテナンス中でプラスチックのコップでの用意となりました。オリオンビールってことはね、変わりがないので、いいと思います。それでは登場します。涼しいな。ちょっと雨降ったみたいで、滑走路もちょっと濡れている感じですね。今回ね、一番後ろの席を取っているので、一番最初に乗ることができました。ということで、座席に座りました。 60A という座席を予約しております。同伴の、ね、友達は 60C という座席ですね、隣に座ってるんですけれども、ちょっとね、特殊な構造になってるんですよね。普通ね、3列なんですよね、この飛行機に関しては。一番後ろだけこの2列っていう風になってるんですよね。飛行機ね、後ろに行けば行くほど車体がキュッて、ね、狭くなるので、3列分のスペースを確保できなかったので、このような構造になったそうです。ちなみにね、余談なんですけれども、この9月めちゃくちゃ台風多くなかったですか？もうせっかくの3連休とかもありましたし、そんな中での台風なんでね、週末にいつもかぶせてくるんやってね、ほんと思いますよね。もうこれ今年だけじゃなくて、もう毎回の台風ね、もう土日とかにかぶせてくる気がしますね。なんかもう天気と土日もなんか打ち合わせしてるんちゃうかっていうぐらいなんですけれども、はい。特にね、今年は沖縄地方に住んでる方はね、本当に大変だったと思います。
願いしたんですよね。ちょっとね、残念ながらね、コロナの、関係で貸し出しはできなかったんですけれども、空調をね、温度上げていただいて、もうかなり快適に過ごせました。はい、本当にね、CA さんの気遣いには本当に頭が上がりません。帰ってから食べると遅くなるので、飛行機の中で晩ご飯食べようと思います。ちなみにドリンクは緑茶をいただきました。はい、非常に美味しかったです。晩ご飯を食べ終わったぐらいですかね、鹿児島県上空を、ね、通過しているあたりに急に、ね、揺れが激しくなりました。もちろん、ね、シートベルト着用サインもついていますし、これ大きさではなく、撮影しているのも、大変なぐらいだったんですよね。はい、多分ね、飛行機普段は自動操縦だと思うんですけれども、この時は多分、ね、手動で操縦されてたんじゃないかなと思います。地平線が、ね、非常に綺麗なんですけれども、ちょっとね、怖かったですね。僕ジェットコースターあんま乗れない身なので、それもあるかもしれません。九州と四国の上空を通ることは、ないんですけれども、今回はちょっと台風の外側の雲の影響もありまして、大分県上空と高知県の上空を通過するルートになっております。通常の、ね、太平洋を通るルートだと景色が、ね、単調なので、これはこれで、ね、いい経験をすることができたんじゃないかなと個人的には思いました。幸い四国の上空を通っている間は台風に風に影響されることなかったので、本当に良かったなと思います。ここからね、いつも通り伊丹空港に着陸するエコールを取っていきます。そして大阪市内を通っていきます。今画面下の方に、ね、大阪城を見ることができます。大阪城のあたりはね、京橋といってね、東京でいうと新橋、サラリーマンの街として有名なんですけれども、安くて美味しい飲み屋がたくさんあるところですね。はい、東京の都心ルートもね、だいぶすごいですけれども、大阪もね、負けてないぐらい素晴らしい景色を見ることができます。台風を避けての航行となったため、時間を要し着陸が遅くなりましたことをお詫び申し上げます。ということで到着いたしました。定刻の5分遅れで到着したんですけれども、そんなに、ね、急いでいないのでね、いいんじゃないかなと思います。むしろね、大分県の上空通ったので、そこの夜景をね、見ることができてよかったなと思っております。はい、それでは、手荷物受け取りに行きましょう。